ゲームのスクリーンショットゲームのスクリーンショットゲームのスクリーンショットスクリーンショット。ライフルのスコープを覗き込んだ様子不評戦の様子を映し出したスクリーンショットユニバーサルキャリアレッドオーケストラオストフラント41から45はトリプアイヤーインタラクティブ社が開発したファーストパーソンシューティングゲーム第二次世界大戦時の東部戦線における ドイツ対ソビエト連邦の戦いが舞台となっている。レッドオーケストラの名前で、アンリアルトーナメント2003のモッドとして開発が開始され、後にアンリアルトーナメント2004に開発環境移行。エピックゲームズ社の主催した100万ドルメイクサムシングアンリアルコンテストにてベスト FPS モッド賞を獲得、100万ドルとアンリアルエンジンにおよび3の ライセンスを得たことをきっかけに、制作者たちにより、トリップワイヤーインタラクティブが設立され、レッドオーケストラ、オストフラント41から45の名前で、製品化された。ゲームの目的は、拠点のダッシュである。当時の陸戦のリアルな再現を目標としており、特徴には、以下のようなものがある。ありがとうございます。